今改めて私たちの生活を見直してみると、接客なくしては成り立たないということに気づきます。接客を必要とする職業は近年幅広い範囲に及び、たくさんの人々がさまざまな形で接客の現場に携わっているからです。ところが多くの客はその接客に対して大きな不満を抱いています。今日のさまざまなビジネスを成功へ導く一つの鍵は、この客の不満を解消することにあるのです。客の心を捉える新しい接客方法、それがこれからご紹介する感動接客なのです。誰でもできる感動接客。感動接客とは一体どんなものなのでしょう。今回皆さんにその接客方法をご紹介する前に、客がなぜ接客に不満を感じてしまうのか、まずはその疑問を解いてみることにしましょう。客が接客に不満を感じる背景として2つの要因があります。一つは私たちを取り巻く人間関係が急速に変化したことです。例えばかつて繁盛していた商店街を思い出してみてください。そこでは顔なじみ同士の人間関係を基本にした接客が行われていました。ところが時代とともに接客の現場はあっという間に見知らぬ人同士の人間関係を基本にしたものへと変化しました。つまり急激な都市化と大型店舗の増加などによって、同じ客が何度も同じ店に